父さん、なぜ秘密にするんだ。浩二君はすぐ事情を知ることになるはずだ。今さらだな。大輔以上にベガ星人のことを知っている者はおらん。ベガ星との戦いではお前とグレンダイザーが常に先頭だ。だが勝つためにはどう任せるかをしっかり考えねばならん。私も大輔も浩二君を信頼している。だから一緒に行動しなければならないのだ。そして地球に住む人々を安心させなくてはならん。ペルレポリス国際空港は最先端の空港だ。浩二君はこの航空ショーで世界が団結するというメッセージを送ることができる。だが円盤が東京近郊に来たら大変なことになるだろうな。これほど人口が密集した場所で戦ったことはない。何を優先したらいいと思う？やはり大輔の経験を参考にしたい。分かってると思うが、信頼とは相互関係があってこそ価値が生まれるのだ。地球がベガ星にやすやすと従わないことを示すべきです。浩二君のショーでみんなの希望が再び湧くのならやってもらった方がいいでしょう。分かった。当局にゴーサインを出そう。大輔は私と一緒にいてくれ。中央のモニターで浩二君のショーを観戦しよう。楽しませてくれるだろう。21番開始地点に向かってください。ああ、俺か。了解、管制塔。発進します。地球の凄さを証明してやる。お偉方の同期モードにやる。見せてやるぜ、 T4 の凄さをよ。円盤だ。当時から研究所へ。メガ星人が航空ショーへ襲撃を。所長、管制塔聞こえますか？コーチ君、すぐ研究所に戻れ。ショーは諦めろ。冗談きついて。俺たちがやらなきゃだろ。大輔さん、急いでくれ。くそ、メガ星人がそこら中に嫌がる。見せてやる、俺たちの強さをよ。
く来てくれ。奴らがいる。グレンダイザーが必要なんだ。その頃、宇宙科学研究所では、父さん、コウジ君が助けを必要としています。ベガ星人が国際空港を襲撃した。何千人もの乗客や観光客が危険だ。大丈夫、すぐに助けますから。コウジ君、大丈夫か？大丈夫。だけど空港はそうじゃない。このショーは地球平和のためにあった。だのに、ブラッキーが台無しに。だが地球はまだ終わってない。だろ？あの炎を見ろ、大輔。ベガ星人が生存者の包囲を始めた。所長、大丈夫です。任せてください。ようやくこの地獄から解放される。残念ながらそう簡単にはいかない。熱センサーで他の火災が感知された。全て消し止めねば。ショルダーブーメラン。反重力ストーン。
コージ君はもう少しで死ぬところでしたよ。別の乗り物を考えた方がいいのでは。彼にふさわしいものをね。それじゃあグレンダイザーに必要なものを見ましょう。ミスターロボット、飛行機を何機か脱出させておきました。あなたへのお礼です。ミスターロボット、父さん、また火事が。どうするべきか分かっているな。しなければならないぞ。中央のジェネレーターを狙え。それで機械は壊れるはずだ。
ってメガ星連合軍は戦力ダウン。地球にとっては朗報だな。ユニットへ急いでくれ。まだ避難していないVIPが大勢いる。我々は消防士と一緒に隠れている。今どこにいる？どうやらちょっと助けが必要そうだな。探してみよう。なんて卑劣な。ベガ星人が滑走路に残骸を。急いで残骸を取り除くんだ。空港から避難するにはこの滑走路が不可欠だ。なんだと？あれはまさかあの噂に聞くグレンダイザー？そうです。で、手伝えることは何か？VIPを近くの安全な基地まで移送するのだが、行く方法が限られてるのだ。ならば全速力で行くしかない。ついてきてくれ。奴らが来る。俺の仕事もこれで終わりか。諦めるには早い。大丈夫、行けますよ。ダイダーパンチ！反重力ストーム！ダイダーパンチ！一緒にいるんだぞ。
る。向こう側で会おう。罠だ、気をつけろ。行くぞグレンダイザー。あと少し、ビップはヘリに乗せる必要がある。だが運悪く、ここは待ち伏せには絶好のポイントだ。俺がトラップの達人だったら、ここで罠を仕掛けるだろうな。わかるか？ええ、だがご安心を、僕がついてますから。頼りになる男だって信じてたよ、君を。さあ行くか。無線が混線してベガ星人の叫び声が混じってる。多分ブラッキーだ。今度は何のつもりだ？一斉攻撃だ。地球のリーダーたちを倒せ。始末しろ。準備してくれ大輔さん、激しくなってきた。来るぞ。奴らの思い通りにさせてたまるか。ショルダーブーメラン、貫通力ストーム、ダイジャーパンチ、貫通力ストーム、ハンドビーム、貫通力ストーム、ダイジャーパンチ。もうすぐだ。できるだけ早く移動している。侵略者どもを倒してくれるか。考えといてやるよ。約束だ。